こんにちは、大宮です。今日はボーム&メルシエリビエラボーマティックを紹介していこうと思います。スイスの老舗メーカーボーム&メルシエが2021年に発表したリビエラボーマティックは、1973年に登場したリビエラシリーズの第5世代にあたるモデルです。特徴的な12角形ベゼルのスチールケースはそのままに、現代的アレンジを施し、自社製キャリバーボーマティックを搭載。地中海の海をイメージしたブルーの文字盤が美しい、伝統と革新を併せ持ったラグスポウォッチのご紹介です。今回の動画では、はじめにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そして文字盤、ケースの裏側、ベルトの解説、最後に実物に触れた感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて、何かコメントを残してもらえると嬉しいです。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。まずはウォッチボックスですが、落ち着いたブラックの外箱にはブランドロゴがシルバーで記されています。内箱はグレーのメタリック調のカラーにブランドロゴマークが記されています。内箱を開けると、時計がちょうどファイの中心に位置するようなデザインされており、シンプルながらもこだわりの感じるデザインになっています。中には取扱説明書、保証カードが入っています。今回ご紹介するのはボーム&メルシエリビエラボーマティックです。ボーム&メルシエは16世紀半ばから時計製造に携わってきたボーム家の知識と技術を強みに、堅実な時計作りを長きにわたって継続してきたスイスの時計メーカーです。1830年に前身となる工房を開き、創業者の孫ボームと実業家ポール・メルシエが出会って、ボーム&メルシエジュネーブを設立したのが1920年、スイス国内で6番目に古いメーカーにあたります。ボーム&メルシエはエタブリサーチと呼ばれる創業以来の伝統的な方式を採用することで製造コストを抑制。リビエラボーマティックもスポーティーな硬質さと高級時計の気品を兼ね備えたラグスポウォッチでありながら、50万以下というコストパフォーマンスの高さで、腕時計初心者から長年の愛好家まで幅広い層の支持を集めているモデルです。それではまずはケースについて見ていきましょう。ケースの素材はポリッシュ仕上げのステンレススチールを採用しています。ケース直径は42ミリで、厚みは 10.66 ミリとなっております。ケースサイズは42ミリと比較的大きめなことと、他に類を見ない12角形のベゼルとが相まって存在感のあるシルエットとなっています。12角形は時計が刻む12の時間を反映した象徴的なフォルム、4箇所に打ち込まれたビスによってより一層個性的な見た目です。ケースの厚さは装着感と上品さを考慮した10ミリ、スーツの時に着用しても袖口に引っかかることのない薄さです。ブルーのラインが入った八角形の竜頭にはギリシャ文字ファイがエンボス加工で浮き彫りされています。黄金比や完璧な美を意味するファイはボーム&メルシエの精神を象徴するロゴマークです。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。12角形のベゼルに対して文字盤はスタンダードなラウンド型、波のような特徴的な装飾が施されたブルースモークサファイアダイヤルはステンレススチールのケースと合わさってスポーティーな印象を与えます。このモデル最大の特徴はブルーの文字盤が半透明になっていること。目を凝らした時にデート表示の数値と内部構造が見えるスケルトン仕様です。中央部分からはモデル名にもなっている自社製ムーブメント、ボーマティックの動きが鑑賞できるようになっています。アワーマーカーはローマ数字とリベットを組み合わせたスタイル、12時と6時のみがローマ数字となっていて、リベットインデックスの長方形ともデザインの統一性が図られています。他より短い3時のアワーマーカー部分にシンプルなデート表示があり、数字の文字色はホワイトです。ダイヤルの12時部分にはメーカー名と、6時部分にはムーブメントの名前ボーマティックと、120時間のパワーリザーブを示す 5days をホワイトで刻印。さらに6時のインデックス部分にはスイスメイドの証が記されています。文字盤全体がブルーとホワイトで構成された統一感のあるカラーリングとなっております。針はロジウムコーティング針、地震・噴針は先端に向かって絞り込まれたドーフィン針を採用しているため、シャープでクラシカルな印象です。また針の軸の部分が空洞に加工され、文字盤中央部のボーマティックムーブメントの歯車がなるべく隠れず見えるようになっています。針とインデックスには夜光塗料が施されており、夜間での視認性も高いです。
次は時計の裏側を見てみましょう。裏面はサファイアクリスタルのシースルーケースバッグで、自社開発製のボーマティックムーブメントを鑑賞できます。位置数は21。そしてケース留めには表面と同じ4箇所のビスが打ち込まれています。ボーマティックは2018年に発売されたクリフトンコレクションで初めて搭載されたボーム&メルシエの自社製ムーブメントです。120時間のパワーリザーブ、つまり5日間装着しなかったとしても巻き上げの必要がない長時間駆動を最大の特徴としています。長時間かつ高精度の駆動を実現するにあたって、シリコン製の脱芯機とヒゲゼンマイを採用。強度アップと弾力の均一化のために特殊な技術を用いた2枚を貼り合わせた2層構造のシリコンを使用しています。またヒゲ持ちにデュラサーモという合金を使うことで1500カウスの耐磁性を確保。この1500カウスとはスマートフォンやバッグのマグネットといった身近な磁力の影響を効率的に避けるために導き出された数値です。むやみにスペック競争をするのではなく、コストと実用性のバランスを考えたユーザー目線で使用を決定するボーマ&メルシエならではのこだわりが感じられます。時を刻む歯車の動きはもちろん、前面に施された鱗状のペルナージ装飾の美しい仕上げもディスプレイバッグからたっぷりと堪能することができるようになっています。続いてベルトについて見ていきましょう。ベルトはステンレススチール素材のメタルブレスレットで、ケースと一体化するデザインとなっています。ボーム&メルシエが開発したストラップ機構、ファストストラップインターチェンジャブルシステムを装備、ラバーストラップからステンレススチール製のブレスレットに数秒で付け替えることが可能です。ブラック、ブルー、グリーンなど多彩なカラーのラバーストラップが用意されているため、その日の気分や使用するシーン、シチュエーションに合わせて手軽に変化を楽しむことができます。防水性能は水深100メートル相当の水圧に対応できる10気圧防水で、シュノーケリングやウォータースポーツ時にも着用可能となっております。リビエラフレンチのコンセプトにふさわしい海辺での使用も想定された仕様となっています。今回のボーム&メルシエリビエラボーマティックの感想ですが、とても素晴らしい時計だと思いました。リビエラの特徴である4本のビスを備えた12角形のベゼルとケース一体型のブレスレットは今のトレンドにとても合っていると思いました。またブルー文字盤のスモークガラスが美しいので、眺めているだけでも心が躍りますね。デザインだけでなく自社製ムーブメントを搭載し、120時間パワーリザーブを実現するなど、実用的な面でも満足するスペックではないでしょうか。伝統を受け引き継ぎ、クラシックな特徴を守りながら現代的なデザインとカラーリングを取り入れ、コストパフォーマンスが非常に高く感じました。年齢を問わずファーストウォッチとしてご検討されている方にもおすすめです。お取り扱い店舗は大宮、心斎橋店、京都店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。保証期間は2年保証となります。またボーマティックを搭載した時計をお買い上げいただいたお客様は、お買い上げ日から60日以内にボーム&メルシエのウェブサイトから保証延長を登録することにより3年に延長することができます。詳細はカスタマーサービス保証セクションをご覧いただくか、店頭スタッフへお問い合わせください。ということで、今回はボーム&メルシエリビエラボーマティックについてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、ぜひ高評価、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。